男性ファン急増。平野翔の次なる一手が明らかに。ホンダの CM は彼にとって最適なプラットフォームであり、車やバイクに乗る彼の姿をファンは楽しみにしている。平野翔の人気が着実に上昇しているのは、本当にすごいことだと感じる。彼がトベに所属してから、彼のアーティストとしての魅力が際立ってきた。そのせいか、 男性ファンも増えたようだ。彼は移籍後も、自らの音楽やダンスを確実にレベルアップさせ、セルフプロデュース能力も向上させている。しかも、LV や YSL といったブランドとのパートナーシップも成功しており、私たちの期待をはるかに超えた活躍を見せてくれている。彼の信頼できる仲間たちであるジンとキシ君との結束も強く、人望も熱い。 その人柄も尊敬に値するものがあり、彼の魅力はただの芸能人を超えている。最近は彼のスポンサー争奪戦が激しさを増している。そうした需要があることもうなずける。彼は広いファン層を持つため、日用品や生活関連商品の CM が彼にとって良い選択かもしれない。筋トレで鍛えられた体を世界中に見せつける姿も、 多くのファンが楽しみにしていることだろう。男性ファンの増加は彼の人気が飛躍的に上昇した理由の一つだろう。以前は彼が金プリの一員として活躍していた時、彼はキラキラした王子様としてのイメージが強く、ほぼ女性ファンばかりだった。しかし、ナンバーアンダーライン愛になってからは男性から見てもかっこいいという声が増えている。 芸能人やアーティスト、歌手が同性ファンをつけることは、彼らが国民的スターになるための重要な条件の一つだと言えるだろう。安室奈美恵さん、木村拓哉さん、浜崎あゆみさんなども同様だ。また、彼がバイクや車が好きなことも知られており、ホンダの CM が彼を乗せたシーンを見たいという声も多い。企業の CM に出演することで、 彼の魅力をさらに広めることができるだろう。彼のファン層は幅広く、そのため日用品や車などの広告にも彼の出演が期待されている。彼の筋トレで鍛えられた体は世界中にアピールする素晴らしい資産である。特にホンダの CM は彼にとって最適なプラットフォームであり、車やバイクに乗る彼の姿をファンは楽しみにしている。 彼の人気の秘密の一つは、男性ファンの増加だ。以前はほとんどが女性ファンであったが、彼のキングプリンスへの参加後、彼のカッコよさは男性からも高く評価されている。これは国民的スターになる上で重要な条件の一つであり、これまでのアーティストや歌手たちも同様の経験をしてきた。彼の将来に対する期待は高いが、過度な露出は考え物だ。 彼が長く活躍し続けるためには、バランスの取れた活動が必要である。彼の活動が飽きられることなく、長期間にわたって支持されることを望むファンも多い。彼の演技力についても期待が寄せられており、ドラマや映画での活躍を願う声が多い。彼のファンは、彼の様々な活動に興味を持ち、その成長を見守っている。彼のキャリアにおいて、 新たな挑戦や発表があれば、ファンはそれを喜んで迎え入れるだろう。彼の人気は年齢や性別に関係なく、多くの人々に受け入れられている。彼の才能や魅力は、今後も多くの人々を魅了し続けることだろう。そして、彼のこれからに対する期待と応援は、彼の力となることだろう。この文章は平野翔のファンであり。 彼の才能と将来に期待を寄せる筆者の個人的な意見である。彼の今後の活動に期待を込めて、ファンの一人として彼を応援し続けたいと思っている。この情熱に満ちたファンの声が、彼の活動をさらに励まし、彼の成功に貢献することを願ってやまない。ただし、彼の露出があまりにも多いと、彼の長期的な活躍に支障をきたす可能性もある。 彼が出し惜しみをする必要はないが、彼の健康や心身のバランスを考えると、適度な休息も必要だろう。日本のファンは秋っぽい傾向があるため、彼が長く活躍するためには、過度な露出や安売りは避けるべきだ。彼の素晴らしい演技にも期待が高まっており、ドラマや映画に出演してほしいという声も多い。彼の活動に対する期待は高まるばかりで。 彼の今後の活動に注目が集まっている。